メリークリスマス。すごく立派なツリーね。ミーヤちゃんに見せたらどんな反応するかしら。うちの店でも置きたいくらいです。飾り付けも豪華で、こんな立派なの一体誰が。アクア様です。とても張り切って飾り付けされていたんですよ。お姉ちゃん寝てる。あらあら、お腹を出しちゃって。毛布を取ってこなくちゃね。飾り付けはアクア様ですが、ツリーの元となる木は米っ子ちゃんのおかげで手に入ったんですよ。うん、頑張った。たくましい。でもツリーがあったら喜ばれますよね。私も来年はお客さんのために討伐に行きたいです。お客さん、ああ確かに占いのお店は女の人が多そうだし喜びそうね。あ、そうですね。ツリーがあればサンタも喜ぶ。プレゼントはいただき。ほわほわ。あらあら、眠そうだしもう休んだ方がいいんじゃないかしら。大丈夫、眠くない。サンタを待つ。はあ、いや、そうは言ってももう半分以上目が閉じてますよ。米っ子ちゃんはどうしてそんなにサンタさんに会いたいのですか。来年は姉ちゃんの分もくれるようにお願いする。まあ、なんて姉思いの妹さんなんでしょう。ついでに父ちゃんと母ちゃんの分も。ふう眠っちゃいましたね。サンタさんが来たら米っ子ちゃんの代わりに伝えておいてあげましょうか。この芝、お祝いとかそんなのどうでもいいから一杯おごってくんねえか。毎日来ればいいことがあるってカズマさんが言ってたわ。報酬よりも何倍も価値のあるものをお譲りしましょう。アクシズ教の入信書です。さあ今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスパー